はい、哲也です。今日はね、共和党下院、中国の横暴を許さないというテーマでお話してみたいと思います。最近新型コロナウイルスに関するもろもろの真相が明らかになるにつれて、米国民の対中感情は悪化の一途をたどっています。そりゃそうでしょうね。この流行り病のせいで身内が何十万人も殺されたわけですからね。これはある意味戦争以上の被害と言ってよいでしょう。そうした国民の厳しい対中世論を反映して、米国連邦議会でもバイデン政権にもっと厳しい対中姿勢を取るようにと求める声が高まっているんです。そうした声は共和党民主党を問わず広がっているわけですけれども、特に共和党において著しいようです。実はつい昨日もそのことを示す動きがありました。共和党下院が世界的なパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスの蔓延に関して事の真相を明らかにし、中国共産党の責任を問うための一連の行動を取ると宣言したんです。今日はそのことを伝える人類史上最悪の隠蔽、共和党下院はパンデミックに対する中国共産党の責任を問うキャンペーンを開始と題するこの記事をベースにお話ししてみたいと思います。6月23日、共和党下院院内総務のケビン・マッカーシー氏は、新型コロナの蔓延の責任に関して、中国共産党政権やその他の機関を対象とした8つの計画を打ち出しました。マッカーシー氏はワシントンでの記者会見で、中国の不正行為の隠蔽や責任逃れを許してはならないと力説したんです。マッカーシー氏はまずはじめに新型コロナウイルスの起源に関する情報を開示するようバイデン政権に強制する法律を議会に提出すると述べました。バイデン大統領は5月26日中国の武漢市で最初に報告されたウイルスの起源に関する報告書を90日間で作成するよう諜報機関に命じたんですけどもね、より具体的に言うと諜報機関が中国での実験室での事故の可能性を含めたいくつかの説を検証するようにということを命じたわけですね。しかしマッカーシー氏は、共和党下院は一部民主党議員とバイデン政権がその事実を当然知りながらですよ、中国に責任を取らせることにどこか消極的なため、この取り組みを開始したと述べたんですね。というのも、国家安全保障顧問のジェイク・サリバン氏が6月20日にバイデン政権は中国政府に COVID-19、 これ新型コロナウイルスによる疾患のことを COVID-19 って言うんですけども、COVID-19 が武漢研究所から広がったかどうかに関する、独立した調査を許可するよう直ちに圧力をかけることはしないと語ったんですよ。わかります？今はね、当面は圧力かけないんだということを言ったんですね。90日間で調べさせるからということでしょうね。バイデン大統領は確かに諜報機関にコロナの起源に関する調査と90日以内の報告書の提出を命じたわけですけれども、それは中国にとってある種の時間的猶予を与えること、つまり時間稼ぎになることにつながりかねませんからね。新型コロナウイルスの蔓延が武漢ウイルス研究所の実験室からの漏洩の結果であるという説は、去年はね、陰謀論とのレッテルが貼られていたんですよ。特にね、トランプ前大統領はこのことを強く主張し、ツイッターなどの SNS に投稿を続けようとしていたんですけどもね、 SNS 側はそれを制限しね、また大手マスコミもほとんどまともには取り上げませんでしたね。ところがここに来て、さまざまな疑惑や証言等が表面化するようになり、ますます多くの科学者がこの仮説、つまり武漢起源説に信憑性を感じるようになったんですね。そして現在ではその説の方がむしろ他の説よりも有力視されるようになってきたんですよ。随分変わりましたね。去年ね、トランプさんの言うことをみんな信じていたらというかね、聞く耳を持っていたら、この大統領選の結果も随分変わったんじゃないでしょうかね。それはともかくね、国務省も武漢ウイルス研究所からの漏洩説を基本的には支持しているようなんですね。
1月に国務省が示したファクトシートには、新型コロナウイルスの蔓延が武漢ウイルス研究所の実験室からの漏洩の結果である可能性が指摘されているんですね。そこには米国は武漢ウイルス研究所に勤める複数の研究者が2019年の秋に COVID-19、 これ新型コロナウイルスによる疾患ですね、と一般的な季節性の疾患、風邪のようなものですね、の両方と一致する症状を示す病気になったと信じる理由があると書かれていたんですね。国務省はまた、武漢ウイルス研究所は少なくとも2017年から動物に関する秘密の軍事実験を繰り返しており、ウイルスに関する機能獲得型研究、これは分かりやすく言うとね、ウイルスの性能を高める研究ということなんですね。ちょっと極端な言い方するとそういうことなんですね。機能獲得型研究をずっと行ってきたと指摘しています。このような研究には新たな、あるいは機能強化された人工的なウイルスの作成を含むわけですね。多くの場合、どのような形で新たなウイルスが出現し、そうしたウイルスからどうしたら身を守ることができるかについて研究するものなんですけれども、生物兵器の研究がなされなかったという保証はどこにもありません。そうした認識をもとに、マッカーシー共和党下院院内総務は今回、中国における機能獲得型研究に対する米国の資金供与の禁止と、中国、北朝鮮、イラン、ロシアなどの敵対国に対する NIH 米国立衛生研究所の資金援助を打ち切るように求めました。 NIH のフランシス・コリンズ所長は先月の声明の中で、 NIH と国立アレルギー感染症研究所、これはファウチさんが所長を務める研究所ですね、その2つの研究所は、人間に感染し広範囲にわたる病気を引き起こす可能性のあるコウモリやその他の哺乳動物に潜むウイルスについて、さらなる知見を得るために長年にわたり、助成金を出してきたことは認めましたけれども、どちらの研究機関もコロナウイルスに関する人間への感染力や致死力を高める機能獲得型研究を支持するために助成金を承認したことはないと主張したんですね。この辺の実態はよくわかりませんよね。もし米国の研究機関が中国に生物兵器の研究につながりかねない機能獲得型研究に、資金を提供していたとしたら、今回のパンデミックの責任の一端が中国だけにとどまらず、米国にも及ぶことになりかねないですからね。共和党議員や一部の民主党議員は、中国とその共犯者、これはっきり言って WHO だと思いますけども中国とその共犯者にパンデミックの隠蔽に対して責任を負わせることを目的とした法案をすでに提出しています。これには責任を負うべき中国共産党関係者を制裁する法案、米国人がパンデミック関連の損失を補填してもらうために米国の裁判所に中国共産党を訴えることを可能とする法案、そしてパンデミックの初期段階で中国の言いなりの情報を発信し、その隠蔽に加担した WHO に対する米国の拠出金を引き上げるための法案などが含まれています。今回マッカーシー共和党下院院内総務を中心に始まったキャンペーンは、こうした厳しい対中措置に一層拍車をかけるものとなりそうです。マッカーシー氏はまた、2022年北京冬季オリンピックを他の国に移転することを求めています。中国にオリンピックという平和の祭典の主催国という栄誉を与えてはならないというのがその理由とのことです。マッカーシー氏はそのことを踏まえた上で次のように述べました。私は今こそ世界が共に立ち上がり、我々はもう我慢ならないとはっきり言うべきだと思う。中国が世界中の何百万人もの人々を殺したことも、新型コロナウイルスの起源について嘘をつくことも絶対に許さないとね。最近マッカーシーさんちょっと変わってきましたね。下院の院内総務としてのリーダーシップを存分に発揮するようになったじゃないですか。そしてその方向性はトランプさんと全く気を一にしていますね。
ところでその一方で、あの米国版の2階に住むパンダ派側のミッチ・マコーネル上院院内総務はどうしてるんでしょうね。最近ちょっと影が薄いようなので気になりますよね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。